最高略戦は、紀元前221年に旗が生を滅ぼした戦い。生は戦国七尾の最後の一国であった。これにより、中華は旗によって統一された。前265年、女王が死に、この忠手は即位した。母の訓納公が多ク制した。前249年、訓納公がこの世を去り、訓納公の続帝の高価値が失勢した。 高価値は旗から賄賂を受け取り、旗の都合のいいように主張した。ただては、高価値の主張を聞き入れ、五国の滅亡を傍観し、軍事を強化しなかった。やがて、五国が滅亡すると、ただては旗が侵攻することを恐れ、将軍や軍隊を西部の辺境に集結させた。前221年、旗王政は、政の攻略を王本に命じた。盲点 李身も聖攻略軍に加わった。神軍は、西軍の主力が集結した西部を避け、元津波の南部から南下し、林氏へ侵攻した。西軍は、神軍からの、突然の北面からの侵攻に、不意を疲れが返した。ただては降伏し、西は滅亡した。ただては、義の丘陵の五百里の湯へ赴もむいたが、食料を断た,たれ、餓死した。旗は、聖の地に、 西軍と牢屋軍を置いた。これにより、旗は中華を統一し、統一王朝の新朝となった。始皇帝性は滅んだことで、中華は旗によって統一された。秦の王政は初めて皇帝と名乗った。統一後は、重心の李氏らと共に主要経済活動や政治改革を実行した。従来の敗下の一族等に領地を与えて領主が世襲して統治する。 王権制から中央政権が任命、派遣する官僚が治める軍権制への全国的な転換を行い、国家単位での貨幣や軽量単位の統一、道路整備、交通規則の制定などを行った。万里の長城の建設や、等身大の平馬用で知られる、旗始工程領の建設などの構成に残ることになった大事業もいった。法による統治を指揮。 批判する自社や書物の弾圧を行った噴射工事も知られる。ありがとうございます。